はい、どうもこんにちは、ハゲ動画です。今回なんですけども、こちらトマト苗の圃場に来ております。間もなくですね、佳境に入ってきました。こちらですね、トマトなんですけども、花を咲いてるやつを仕分けして徐々にこうやってっております。間もなくですね、数が揃えば、ここ 1,2,3,3 日ぐらいの間で定食1回目始まるかなといった感じです。はい、私のちなみにチャンネルはですね、こちらトマトのほか、あとネギですね、やっております。皆様方の方のですね、家庭菜園等で、やられてる、人が多い品種かなと思っております。トマトとネギですね、こちらの方ですね、皆様方の方に、農家はこういうふうにやってるよということで、技術の方だったりテクニックであったり、こういったものを皆様方の方にですね、ご紹介して、少しでもお役に立てれば、いいなということで、こちらのですね、動画ですね、やっております。よろしければですね、チャンネルの方を登録していただいて、皆様方の方ですね、お役立ていただければ、私も嬉しいかなと思っておりますので、一つよろしくお願いします。それから皆様方、チャンネル登録していただいている方は、非常に毎日見ていただいてありがとうございます。今後もですね、ためになる動画を作っていければいいかなと思っておりますので、一つよろしくお願いします。では、今回のトマトなんですけれども、花が咲いてきて、佳境に入ってきましたけれども、このトマト苗でですね、導入した機械っていうのが、このハウスの換気ですよね。寒ければ、閉めますし、暑ければ開けるんですけども、今若干開いてるこちらハウスのサイドのビニールですね、こちらを自動で温度を感知して上げ下げしてくれるシステムを導入しました。ちょうど今上がってきたところでございますね。温度を設定して開温度、閉温度ですね、開ける温度と閉める温度、これを設定して5段階くらいに分けてですね、上げ下げしてくれます。今設定の気温がだいたい20度来たら開いてくる形になります。なので19度くらいからだいたい開いてきます。19度でちょびっと開いて、20度、21度、23度ってこう徐々にこう開いてくる形になります。それを5段階で設定しております。閉める方は17度で設定しておりますね。17度でこう設定していると、大体20度くらいからですね、5段階くらいで、下がってくる形になります。20度、19、18、17、そんな形でですね、こうぐーってこう下がってくる形になります。今年こちらを導入した、経緯なんですけれども、毎年やっぱりですね、トマトの苗やりながら大根やったり、それから長ネギやったりということで、いろいろこう作業が重なります。それをやってると、やはりですね、どうしてもこう天候ですね、春先っていうのは、寒かったり暑かったり、風が強かったり弱かったり、いろんなこう条件がやっぱり違うわけですね、春先っていうのは。特にですね、やっぱりいきなり寒くなったりとかする場合ですね、ハウス開けっぱにしてるとやっぱり気温が一気に下がってしまいます。そうするとトマトがやっぱりですね、元気がなくなってしまって寒さに弱いので、もちろん暑すぎてもダメなんですよね。なのでハウスの中っていうのはすぐ暑くなるし、すぐ寒くもなるっていう形です。それをこう、なんとかしたいなっていう形で、今年導入しました。結果的にですね、やはり一番いいなと思ったのは、温度がこう自動にこう調節してくれる、温度が常に一定なんですよね。なのでこれはですね、トマトにとって非常にこうブレがない環境を作れると言いますか、温度変化がない環境になるんで、生育が非常にこうバランスよく同じような大きさでこう大きくなります。なので良い苗を作るためにこのシステムは必須かなという形で今思っております。はい、こちらがですね、一般的に普通の、手動タイプです。下げる形であったり、上げる形であったり、去年まではこれを全て、やってたわけです。今、育苗のハウスが、1棟を2棟であるんですけども、メインで使う方ですね、こちらの方、右側の方のハウスの方で作っております。左側はですね、サブですね。なのでこちらは手動でやっております。こんな感じですね。で、やはりですね、こう風が吹いてる場合であったり、温度が高くなったり温度が下がってきたり、結構細かな調節をこれをしなきゃいけないんですよね、やっぱり育苗という意味では。なので温度変化がないようにできるだけこうしたい、それが希望ですね。やっぱり
それをやるにはここにずっと僕がついてなきゃいけない、いやそういうわけにもいかないでしょうという話ですね。大根やってるし長ネギやってるし、ずっとここについて、あ風やべえな、あやべえやべえやべえ、あ日光出てきて、あやべえ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 、下げなきゃ上げなきゃやべえやべえやべえ、そんな形でずっとここについてるわけにもいかないと。ついてて温度を見ながらやるのが一番いいんでしょうけども、そういうわけにもいかないです。だから基本的に、自動換気じゃない人はもうだいたい開けっぱです。春はそれが高いのか低いのか、開けるこの高さが高いのか低いのか、まあその違いがやっぱあるかなと思います。風向きにもよりますよね。南側から風が強ければ南側閉めなきゃいけないし、北側が強ければ閉めなきゃいけないし、で、まあ風がない方だけ開けてこうやってやる、あの調節する形であったりだとか、そういう風にはなってきますね。それをこう一応全部自動でやってくれるわけです。でちょっとその本体の方を見ていってみましょう。はい、でこれが、動力の本体ユニットでございます。まあ、中のこう分電盤にこうつながってるんですけども、この中にモーターがついてて、まあ、これで上げ下げしてるわけです。まあ、今もうちょっと閉まっちゃってますけども、熱くなれば電動で上がってきますし下がってきます。もう本当にですね、これここを開けますと、ここでこう、上げる高さ、まあ、下げる、高さ、こういったものを自動で、ここまでですよっていうのを設定すれば、そこで止まりますし、上げるところもそこまで上がるよという形になりますね。でこれは雨かぶっても大丈夫です。もう全然浸水もしませんし、ずっとこの春やってきましたけども、まあまあ問題なくやってますね。でここの棒を刺して、これにガイドラインですね当てて、これを伝って上げ下げするわけです。でかなり強力なので、このモーターが下がやはりビニールですね、巻き上げてくる場合もあります。あの、なんていうんですかね、湿気があって下のビニールとこの巻き上げのビニールがくっついてると無理やりこうそれも上がってくるんで、そこはちょっと気をつけなきゃいけない部分かなと思います。なのでそういったものもですね、定期的にやっぱりメンテナンスじゃないですけども、あのしてあげるかなという形ではありますね。もう今閉まっちゃいましたね。はい、そしてこれが、基板ですね。これで温度調節します。まあ、ここにも書いてるんですけども、自動手動ですよね。自動手動、これが左側で、これが右側、これが自動で、やってくれるわけです。で手動にすると、これも手動で上がります。ピーピーでやれば上がりますね。今ちょっと外見に行ってみましょう。こういうような形で手動でも上がります。なので風強い日とかは、北側からの冷たい風を入れたくない場合は、北側だけを閉めといて南側だけでこうやらせるような設定ですね。そういったこともできます。手動です。でもうで今もう4時過ぎ5時過ぎか5時前かでございますんで、で今23度ですね。これのでこれが温度センサーですね。温度センサーを、まあ、伸ばしてきて、だいたいハウスの真ん中あたりで、この台と同じくらいの高さですね、これに合わせてあります。なので、まあ、高すぎれば高いところの温度になりますし、ここら辺の温度だとやっぱ高いじゃないですか。で下だとやっぱり冷たいということになります。なのでだいたいその育苗期間はこの、苗の高さに合わせてやっておりますね。今もここまで大きくなりますと定食前なので、そんなにあの温度管理ですね、まあ、15度くらい最低でもあればいいでしょうし、で問題はやっぱり向こうの方の後の方ですねから育てたやつは、まだ若干温度管理が必要なんで、そういったことは気にしております。なので、まあ、これくらいですよね。地面から、ちっちゃい方の育苗に合わせて、こちら作っております。一番いいなと思ったのはあの風向きですよね。南側からの風、北側からの風、まあ、先ほども言いましたけども、北側の冷たい風を入れたくないんであれば、北側をびっちり閉めといて南側を自動に差しておく。そうすると南側だけでこう上げ下げしてくれて、そこだけ換気するという形になります。で、ここに自動運転各項目値設定ですね、快温度、平温度、動作時間、感度ですね、この4項目はすべてこう設定できます。開く温度も、今ですと20度ですね。今20度で、閉める温度が17度です。
だいたいこれくらいでやってるとハウスの中はさらに高い温度と低い温度になるので、まあこれくらいかなっていう感じですね。それから動作時間、動作時間っていうのは、これは30秒です。30秒で、上がったり下がったりするってことですね。これが、まあ、31から、まあ、1秒単位で全部設定できます。なので基本的には北側の方は遅く上げて上げたりとか、すると、南側だけでこうなんていうんですかね、北側は遅く上がって、南側だけ早く上がるんで、こういう形ですよね。それがこういう形でできるので、まあ、基本的にはやっぱ春先は北側の空気は非常に冷たくなってるかなという形でございますので、南側ですね、をメインで動かすような形にします。また、まあ、風向きにはよりますよね。南側の方が非常に強い風が吹いてきて苗が倒れるような、心配があるんであれば、南側を閉めておいて、北側を動かすとか、そういったことが調節してあげれば非常にこう便利かなと思っております。ね、まあ、今23度もありますね。今日これから雨降ってくるのでだいぶ日陰ってきたんで寒くはなってきましたけれども、まあ、これで自動でやっておけば、まあ、他の作業やってても閉めればなんねえなって言った時には、勝手にやっててくれるんで非常に便利かなと思っております。これロールエースっていうものになりますね。はい、ということで、ロールエースのご紹介はしたんですけども、育苗をやられている農家さんですよね、まあ、家庭菜園の方ですとほとんど必要ないかなと思います。育苗されて、いろんなことでこうハウス使っててこう細かな管理が必要な、農家さん、これは非常に便利かなと思います。自動でこう本当にやってくれてるんで、こっちほら今下がりましたね。でこっち今上がってます。下がって上がってるってこんな感じですね。こういう形で今調節しております。まあ、間もなくもうちょっとすればね、日陰って寒くなってくればもう全部閉まるんですけども、こういう形ですね。右と左でこういう形でできます。非常にこう温度管理っていう面でおいて、まあ、人間ではなく数字でこうきっちりとやってくれるので、まあ、本当正確にやってくれますんで、苗が、ぶれないっていうかね、下がってないっていうか、どれもやっぱ均一にいい苗ができてくるんじゃないかと思っております。やっぱり、まあ、トマトは非常にやっぱり温度に敏感なんで、温度管理が一番大事かなと思っておりますし、まあ、そんなに水かなとは思っております。1にも2にもやっぱり成長するためには温度、トマトは必要でございますんで、寒すぎては本当に死んでしまいますし、暑すぎても焼けて死んでしまいますし、まあ、そのあたりのこう調節をですね、うまくできないとやはりなかなかトマトの育苗っていうのは難しいかなと思っております。なんで今年ですね、この渡辺パイプさんのロールエースっていうのを導入した結果なんですけども、まあ入れてよかったなと思っております。まあ私たちの北海道北斗市にはまだそんなに入れてる人、入れてない人で言えば入れてる人の方が少ないかなという形らしいです。うん、今年北斗市では何人か、まあ うちも含めて何人かぐらいしかいないらしいんで、まあ、今後皆様方の方にお役に立てればと思うことでちょっと今回ご紹介しましたけども、本当にブレがない、なんていうんですかね、育苗管理ができるかなと思ってますんで、まあ、同じくね、トマトであったり、まあ、ネギ苗であったりだとか、いろんな苗育てる方ですね、に一つ、まあ、お役に立ててもらえればいいんじゃないかなと思っておりますね。ということで、まあ、今回の動画ですね、渡辺パイプロールエースのご紹介は以上となります。またいつもですね、ご視聴ありがとうございます。非常に励みになっております。またいつもいいねとコメントもですね、本当にたくさんいただいて、励みになっております。また今後もですね、こういったおすすめ商品のほか、これからですと定食ですね、トマトのこちら定食始まりますし、ネギの方も補助を作って、それから、引っ張り組んでね、また2回目の路地はありますんで、そちらの方もですね、皆様方の方に、お伝えして、まあ、少しでも何かお役に立てればいいかなと思っております。また、よければ次の動画もぜひですね、ご視聴いただきたいなと思っておりますので、一つよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまたね、バイバイ。